どうも、虹色ライダーでございます。虹色温泉始まりました、ひっそりと。今回は漫画の話行きたいと思います。えー、リベロの武田という、えー、サッカー漫画でございます。えー、やっとこの話ができました。え全、ー、9巻、庭野誠さんが書いている。まあ、結構古い、えー、漫画で、90年代前半ですね。えー、いや、これすごい、僕好きなんですよね。あのー、庭野誠さんのギャグのセンスが、 めっちゃ好きで <laughs> なんかあの今今見るとね今見るとちょっとやっぱ古い感じっていうかそれはあの否めないんですけどでもなんか僕の中でやっぱ懐かしさもあるしこう庭の武士のギャグを入れるこの世界観っていうかこの漫画の中の雰囲気っていうかそれ全てがなんか僕好きで結構。 あの壺なんですよ、ね、なんかまるで本当にサッカー漫画でちゃんと物語あるんだけども一つのコントを見てるみたいな感覚に落ちるっていうか全然なんか途中ギャグとかめっちゃ入ってサッカー全然しなかったりとかあるんですよねいやそれが本当ね好きなんですよだからこの前の作品の「桃太郎」っていう「ザ桃太郎」っていうプロレスの,あのお話もあるんですよ庭野誠さんねそれもすごい好きなんですけど。 それちょっと持ってなくて、昔持ってたんですけど、ちょっとなくて、まあ今手にも、えー、と入れれなくて、えー、あれなんですけど、うん。とにかくこの人は最初はギャグだった。で、まあ途中からちょっと真面目な感じで、なんだっけあれ、真島くんすっ飛ばすだったっけな。はあの結構人気でしたよね。あリベロの武田はもう9巻で終わっちゃって、いまいち多分そんなに人の記憶からは、えー、廃れていってるんじゃないかと。 思っって僕はこう喋りたたくなったわけですよ、はいまああれですね必殺技とかもちょっと出ちゃったりするんで実際のサッカーとは違うしゴールキーパーの白鳥くんとかめちゃめちゃドロップキックとかかますし <laughs> いやファールだろうっていう <laughs> ツッコミどころ満載だしねあと機械を使ったグローブあのあいつ名前なんですけどズチマルイカズチマルじゃなかったっけな <laughs> 今川か あの必ずゴールできないいっていうあのセンサーが反応してボールを手が吸い取ってくれるみたいな絶対反則でしょうっていうのはあったりするんだけど古い漫画っていうのもあって話がめちゃくちゃトントン進む <laughs> あの最近こう喋るにあたって読み返したんですけどすごいいくなと思ってでもポン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 行ってそのまますぐ終わるみたいな人気なかったのかちょっとわかんないですけどね でもやっぱ改めて読んでみて、あやっぱ好きだなと思って。うん、ま。キャラ的に一番好きなのは玉の浩二菊丸ですけどね。うん。うん、俺、ま、ついてこれる人いるかな <laughs> ドリーの、<laughs> 原翔の菊丸 <laughs>。いや、好きですね。うん。急に途中からこいつ出てくるんですけど、うん。いきなり出てきて、こう、 武田と、主人公の武田と、まあ、あとトヨトヨっていうやつと敵のねやつと、まあ、この菊間呂がこうこのチビ3人がもうギャグを <laughs> 引っ張っていく感じがめっちゃ好きなんですよね <laughs> うんいや何がどのもうほぼなんか好きでなんか面白いこう捉え方っていうかまあダジャレとかもあったりするんだけど。 それをうまく絵とね融合させて表してるのが素晴らしいですねうんあのバウムクーヘンが好きなんですよ武田玉はでバームクーヘン出たらなぜかバームクーヘンは甘いじゃないですかでいきなり砂糖は甘い砂糖は私、えー、苦くてなんぼ苦くてなんぼ苦くてなんぼコーヒー豆であるんですけど <laughs> 意味わかんねえと思って <laughs> 意味わかんないんだけど、すごいしっくりくる感じ。うん。なんか、リズム、テンポとかもすごいいいっていうか。なんでバームクーヘンからその流れになったんだろうっていう。つ <laughs> ながりはあるけどね。甘いからっていう。そのね、発想がなんかすごい僕の中ではツボで。うん。で、まあ、誰もがすごく思いつきそうな。ふと、ふと思いつくけど、そこまでそれあの広げないだろうみたいな。 ところもそれをがっちり広げて絵に表すっていうところが、うん、やっぱ僕は素敵かなと思うんですけど特に一番なんかあの,あの当時小、まあ、これ小学校の時に僕見てたからあれですけどあの当時まあ一番なんか腹抱えて笑った記憶があの風神高校との対決の時に、まあ、この結兄弟っていうのが風を操るんですよね。で、まあ、この双子が あうんの呼吸をこうするときにあうんってこうすごい吠えるんですよじゃそれに対抗してなぜか菊丸と豊がうんこっていうまあこれ写真出してますけどねすごいあのしょうもない幼稚な <laughs> あのことをやってまあうんこ出すんですけど <laughs> もうここがもうおかしくておかしくて <laughs> ねえ ねってね。<laughs> 誰も共感してくんないかもしんないですけど。だからね、ぜひね、見てほしいし、わかるわかるっていう人、本当にあの、コメントください。<laughs> めっちゃ嬉しい。この喜びを分かち合いたいなと思って。<laughs> リベロの武田大好きっていう。でね、その突っ込みどころすごい満載ですけど、最後日本代表っていうか、日本代表じゃねえや、J リーグか。プロとその高校生が戦うっていうのが最後あるんですけど、プロは、 普通なんですよ。普通のサッカー上手い人たちなんですよね。だから高校生が圧勝しちゃうっていう必殺のオンパレードで <laughs> 誰も止めれなくてそこはそうなんだみたいな <laughs> そんでいきなり終わるっていうなんとも不思議な、えー、漫画でございますが、えー、おすすめです。なんかすごくバカバカしくて肩の力を抜きたい時にすごくおすすめな漫画だと思います。 リベロの武田ぜひ読んでください。以上です。聞いてくれてありがとうございました。虹色音声終わります。さよなら。